26聖人纪念馆是日本长崎一个专门纪念殉道者的地方。里面的博物馆收藏了很多和日本16世纪之后200多年禁教时期有关的文物。馆长 Renzo De Luca 神父已经打理这家纪念馆11年，馆里面的文物他都熟悉得如数家珍。这个来自朝鲜半岛的青铜弥勒菩萨像在6世纪铸成，本身已经是一件十分罕有的古代文物。 Renzo 介绍说，这个是他们的镇馆之宝。为什么一件佛像会在禁教时代参与日本的基督教历史之中？ So it's a Buddhist statue, bronze statue brought from Korea, probably made in the 6th or 7th century, so far before Christianity came here to Japan. But the Christians were using that image to pray to our Lord Jesus Christ and things like that, so kind of reinterpreting an image that originally had nothing to do with Christianity, but theyKind of adapted it so they will fit their devotion and help them remind their Christian religion. 而另一件馆里面重要的文物是一幅绘成于17世纪初圣母画像，最特别的是圣母是画在纸上面，亦都糅合了西式和日式的画风。这幅脆弱的作品竟然逃过了禁教时代200多年来政府大肆破坏基督教物品的浩劫，得以流传到今日。We have a painting of Our Lady. It's called Our Lady of the Snows. It was painted here in Nagasaki about 400 years ago, when still the persecution was not strong. And it's a copy, so to speak, of the image of Our Lady that is in the Santa Maria Maggiore in Rome. So the image doesn't actually look alike.纪念馆里面还有很多文物，揭示了当时政府为了迫害基督徒而无所不用其技。这件展品是18世纪中一张由佛教寺庙发的证书，证明证书的拥有者是佛教徒。当时日本人要结婚或者获得某些社会福利，必须出示这张证书，否则不会获得批准。换言之，除非基督徒否认信仰，否则连生存最基本的权利亦都会被剥削。虽然日本的禁教时代已经成为过去，但同时现代的日本人已经将心灵紧紧封闭，成为著名的福音岩土，好难才能够感动日本人放弃传统佛教和神道教来相信其他宗教。本身亦都是一位宣教士的 Renzo 慨叹日本的福音发展停滞不前。 So for us, it's kind ofWe have to continue this work. They put so much effort and they even spend their life here and they died for this faith. So for us it's very important to keep it, not to let this faith die here in Japan. Well, actually now we are facing a very difficult time as missionaries because Christianity is not growing in Japan. So that's also still we are kind of trying to find a better way to preach Christianity and so on. But still, we feel that this is not the point as how many Christians you have during the year and so on, but to keep on preaching is something that probably in the future will bear their fruits and so on. 長期以他日本獨有的西方文化為傲，不單止不遺餘力地保存和外國文化的文物，亦都熱衷舉辦展覽，向國民介紹長期和西方源遠流長的交流關係。長崎與日本的基督教歷史密不可分，基督教發展的最興旺和最血腥的時期都是發生在長崎，剛好我們趕上了由長崎歷史文化博物館主辦的聖母保護的奇蹟長崎教會和基督徒文化遺產特展，让我们一起来看一看这些宝贵的文物，同时也听听他们讲述日本基督教信徒从最兴旺到遭迫害超过250年的故事。日本の長崎から、長崎県にある、教会群の魅力について皆さんに知ってもらおうという、企画展になります。16世紀後半に日本にキリスト教が伝わってから
長崎はその代表的な土地でした。そしてそこから厳しい禁止がありまして、再び19世紀になってキリスト教が布教された時に、またその舞台が長崎だったので、今回ぜひその舞台となった長崎を知ってもらいたいと思いまして、企画展を開催しています。这个展览涵盖的文物包括各时期的日本基督教，不过讲到最精彩、最叫人难忘，亦都最叫人痛心的，仍然是来自金教时代的文物。こちらは日本の仏教の仏像ですが、長崎のキリスト教徒はこちらを、ロヨラに見立てて、キリスト教の聖像として信仰していました。こちらも1856年の、時にキリスト教徒から没収されたものになります。こちらは、中国の秦の国時代に中国で作られた景徳鎮で焼かれた寿老人像になります。中国で焼かれた仏像ですけれども、長崎のキリスト教徒が、聖像に見立てて信仰したと考えられています。こちらは長崎県の平戸市行きつきにあるキリシタン集落のあり方を紹介するコーナーになります。この地区ではこういったおかけという絵を信仰して、キリスト教の信仰を続けていました。こういったパネルで紹介するようにですね、家の中にこういった絵を飾って信仰を続けるというのが、この平戸地区の特徴的な姿になります。五島の五輪教会という教会堂で使われた彩服になります。こういうのが19世紀になりまして、キリスト教が自由に信仰できる時代になりますと、こういうのが作られて神父さんが信徒に教えていました。こちらはドロ神父さんが布教活動で使っていた版画になります。もともと中国で使われていた版画を日本風に書き換えて、絵で紹介しながらキリスト教の内容を伝えていました。こちらはドイツのイエズス会に寄贈されたザイベールのお像になります。胸にザイベールの聖遺物、遺骨が入っています。で、1964年に東京の大聖堂ができるときにドイツから寄贈されたものになります。竟然是一个基督教文物展上看到这么多佛教的物品，原来在禁教时代，除了佛教和神教，其他信奉西洋宗教一律被视为犯法的勾当，而政府也都经常派员搜查民宅，一旦搜出被禁宗教的物品，一律会被没收，物品的主人也都会被关进牢中。这个文物展上展出的物品有不少都是政府从民宅中没收而来。信徒想维持信仰，但又担心被揭破基督徒的身份，于是买来佛教的观音像和其他神像，当成是圣母和耶稣的像来供奉。其中有不少是送子观音像，因为能够寓意圣母玛利亚抱住圣子耶稣。这些神像大多是来自中国的沿海地区，例如福建、浙江等等。虽然当时日本几乎断绝和西方进行贸易，但和中国的商人仍然有不少贸易来往。好可惜，纵然信徒出尽办法暗暗维持他们的信仰，很多时候仍然被官员抽出来成为信奉禁教的疑犯。由16世纪初的德川幕府时期，直至19世纪明治时代，盛行搭配的仪式，疑犯和入境日本的外国人会被要求将脚踏在刻有圣母和耶稣像的金属板上，藉着羞辱他们所信的神来证明自己不是基督徒。即使没有被捉到，政府都会每年要求被怀疑的民众答愧，拒绝顺从的会被逮捕。这个充满羞辱性的仪式竟然整整维持了200多年，让基督徒终日活在惶恐和羞愧之中，造成心灵上莫大的煎熬。こちらは長崎で行われた絵踏みという行事になります。キリスト教徒を発見するために、こういったロザリアの聖母が
描いている真鍮製の板を踏ませてキリスト教徒かどうかをチェックしていました。こちらがその様子の絵になります。こういった形で毎年正月2日から役人の家に行って踏むことによってキリスト教徒ではない証を立てていました。で多くの活動を行いましたけれども、こういった十字架とか、ロザリオという遺品も残されています。また、パリ外国宣教会というグループに所属しているプチジャンたちは大変日本語が、よくできまして、自分たちで、日本語で、翻訳をしまして、こういった、教義の本を出版しています。日本のキリスト教徒たちを、教えるため、そして励ますためにいろんなものを印刷として本を出しまして、布教に使っていました。でこちらも、もともと中国で使われていた、ものを日本語訳をして紹介しておりまして、アジアの中で同じような、キリスト教の、書物が使われています。1867年に、長崎のキリスト教徒が弾圧された、事件が起きました。長崎から追放されまして、日本の各地にこういったように多くの人が3000人以上の人が、追放される形となりました。圣母保护的奇迹基督教文物展关于禁教事件的展品固然精彩，里面都展出了其他很多同基督教有关的珍贵文物，其中有些更是同中国有关。こちらは聖フランシスコ・ザベルの肖像画になります。日本人が17世紀初めの頃に描きました、日本の重要文化財に指定されている大変貴重な作品になります。今回、10年ぶりに長崎で紹介しています。こちらは上海、北京、南京などの出版社で出された、中国で出版された、キリスト教の本になります。当時南京や北京、上海での出版社で作られたこういった本は日本やベトナムを含めてアジア全国いろんなところで使われていて、日本の大浦天主堂の羅天神学校でも使われていました。長期可以说是日本基督教的发源地，将上帝的信息散播到整个国家，但是这个蒙恩的地方经历的苦难并没有止息过。这片土地不单止被宣教士的血洗涤，到了1945年更发生了一场惊世的大灾难，长期原子弹爆炸。下一集我们看看长期原爆的震撼力，还有现代日本的宣教工作。